要注意です、これは。滑りますね、思ったより。動画を撮ってる、場合じゃないかもしれません。滑ります。よいしょ。右は崖です。ここが滑ったら怖いです。川があります、下にね。えよっこらせ。チェーンスパイク、チェーンスパイクあたり履かないとこれ危ないですね。登山靴そのまんまでは危ないですね。でもよかった、普通の靴じゃない。とりあえず登山靴持ってきたのは正解です。滑らないように。ああ、あそこが急なんで気をつけていきましょうね。ね、小幅に歩きましょうね。小幅ね、大幅じゃなくて歩幅を狭く歩くといいかと思います、ね、よいしょ。背中にはねちょっと見えませんがね、飲み物ね、食料ね、食料ここにもねクーラーバッグありますが、15キロぐらい背負ってます。今リックにはね、ザックには15キロぐらい入ってます。お、ここ危ないですね。ここは危ないね。ちょっと待って、こっちのヘリの雪のないところを行きましょうね。コンクリのところを行きましょう。よいしょ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 。要注意要注意要注意。はいはい、おー滑る、危ない。よいしょよいしょ、気をつけていきましょう。よいしょ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 。潜った潜った潜った、足が。よいしょ、はい、よいしょよいしょ。はい、向こうに見えてきましたね。北合わせ見えてきましたね。わかりますか、ね、園庭みたいな下です、ね。去年の、7月以来ですね。これは土かな、これ土からすぐ滑れない、凍ってる、凍ってるかな、やだなこれ、ちょっとやだな。よいしょ、そーっとそーっと、危ない危ない。あ、また雪です。道路はね全くなかったんですが、やっぱ日陰はね、こう車通れませんから残ってますね、雪がね。はい、よっこらよっこら、よいしょ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 。右の方これが危ないですね、これ凍ってる感じで。よいしょ、ここ危ない、凍ってる凍ってる。どうすればいいでしょうね。こっちか、こっちから行った方がいいかな。ね、よいしょ、お、滑る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 。おおお、これ普通の靴ではまず無理ね。なんとか登山靴なんで OK かな。よし、はい。よいしょ、もう少しですよ、ね。これはね、夏はね、結構ねクワガタとかいっぱい取れますね。あ、雪なくなったのまた出てきました。あれ、こんなとこに缶を置いてる人、これ良くないですね。持って帰ってください、こういうのはね。もうマナーが悪いです。持って帰ってください。おお、滑る滑る、ここは滑ります。気をつけないと、一番危ないここが。凍ってないところを行った方がいいかもしれない。こっちのね、雪が柔らかいところを行っ
った方がいいかもしれないです。よいしょ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 。よし、もうすぐです。ここ注意かな。ここゆっくり行きましょうね。無理しない無理しないで。よいしょよいしょよいしょ。転んだら痛いですから ね雪が硬いんで。よいしょ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 。よいしょ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 。温泉プールも見えてきましたね。温泉プールも見、建物も見えてきましたね。よいしょ。よいしょ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 ね。よし、はい、温泉プールです。おお、危ね、滑るね。よいしょ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 。はい、到着です。北温泉旅館ね、到着です。右が温泉プールです。建物ですね、これ左手、これ見て左手ですね。北温泉という字の上の方が、明治に増築された部分で、正面まっすぐ行ったところが江戸時代、安政5年の建物で、この右ですね、これ昭和に増築された建物ですね。でこちら梅の間です。真ん中の江戸時代の建物が松の間で、左の明治時代の建物が竹の間となっております。で温泉プールは週1回入れ替えますね。こんな広くても源泉かけ流しです。どのぐらい大きいかというと、右端に人がいますので、どのぐらい大きいか分かりますね。はい、ここの川もこれも源泉みたいなお湯が流れてます。ここからガスをね、上まで上げる大変ですね、これね、ガスボンベね、大変です。ドバドバ流れてますね、お湯はね、もうガンガン、これはね、モーターで汲んでるんじゃなくて、この上の崖の方から自然に流れてますね。よいしょ。はい、久しぶりですね。去年の7月以来ね、あ、薪がもうないですね。ここに薪がいっぱい普段あるんですが、薪がこれ持ちますかね、持たないんじゃないですかね、これじゃね。コロナでね、人も来てないのかもしれないですが、はい、ここ上がっていきます。提灯が出てません。ここに本当北温泉と提灯が出てるはずなんですが、こんな感じです。よいしょ、はい、到着。どうも。